はい、この目はヘリを線がある。今こう立っている。こう立っとう時はこっちへ前へ。これ、うん、でこの筋を外して前へ行って平行立ちになる。あるいは横へ行って平行立ちになる。あるいは探して平行出しになる。こういうふうに考えてください。基本出しから前へ行って平行出しになる。これだいぶこうへ来てきたな。それに対して横へ行って平行出しになる。それから下がって平行出しになる。こういうふうに考えてください。それでこれは横へ横へやる。横へやる。で、これはここへやる。横へやる。横へやる。横へやる。まず、前が、これやったら、こっちや。反対はあんまり入らない。ね。これだったら、前足がこういく。前になる。前足が前になる。この足でも前足が前になる。これでも右足が前になる。反対側にはならない。いいですか？それでまず、蹴ってきたら、まあ、どっち側で蹴ってきてもいいんだけど、まあ、後ろの足で蹴ってくるのが中心になると思う、この場合。で、蹴ってきたら入る。こう入る。手を必ずここへ置いとくということと、相手を見とく。相手を見て、手をここへ置いとく。これで相手を見とく。では横へ。これも横へ。はい。次は、ボコーンと蹴ってきますから。はい。ボコーンと蹴ってきますから。はい。こうなる。こうなる。そしてこの手、こっからまっすぐ。こっからまっすぐつく。危ないんで、ちょっとここを平手でつきます。ね。はい。ふうふう。こう。ついたとき、ちょっと平行立ちが崩れて、マイナスが前向くかもわからない。ほとんど平行立ちのまま。はい。こう。平行立ちやな。ちょっと前も。ちょっとこの辺やってつく。それで、これは、相手の第二攻撃よりも早くなかったよ。お弟子さんは蹴ったらついてくる。それよりも早く。はいよ。とこういう感じ。今か危ないんで、顔つかないとこうついています。それを理解してください。こう構えとって、こう、こう。足が降りた時にはつくぐらいの気持ちね。で、早く、この点を。はい。受けた足が降りた時はついた。というぐらいの。これ、横行っても問題で、はい。ぐーっと、こう。足が降りた時にはついた。まあ、これ上手い人足が折れたっていうのについてくるんだ。ちょっとご依頼さんではもう一回足をかんで疲れな。で、後ろへ下がった場合はちょっと遠くなるからあんまり後ろへ下がらないの。はい、そろーっと
前だ。それをあの早く、この前の足を使っていること。前の足を使っている。前の足は右で前にあれば、左へ行っているということをよく理解しています。ということは、頭と前の足は右の場合は右へ行くから、やり方が違うと。それで、これ、口も向こうに3回やります。蹴ったらつくつもりで、蹴ったらつくつもりで、はい、しっかり、うんがっとこうなる。ね、蹴ったらつくつもりで、うんがっと。これより速くなかったらいいか、これの方が。ね、はい、うんがっと。これの方が速くなかったらいいか。さあ、ところで、ドライさん構えてください。じっとしていてね。僕がこう言ったら手が出てくるかもわからん、もしかしたら。あるいはちょっと踏み込んで、手が出てくるかもわからん。ということをよくしておいてください。そのためには、相手を見続ける。これでシュッと横で。こう。これで、あとはこっち側を。これでこう、あとは一番問題、必ずこれで蹴るとは限らないんで、突きが、だから突きが来たら必ずこう受けて、これは空を受けた方がいい。でこれは、はい、ちょっと激しく、この目はまた危ないんで胸を突きます。これな。たまたまこう踏んじゃったけど、こう踏むもっとこう方法だけど、必ずしも踏む必要はない。偶然に踏んじゃうけど。はいよ。うん、まっ。ゆっくり。はい。1、2。というふうになる。すると、五代さんの構え方はあれで、僕がこれならば、同型やな。これ、こっちへ行くことはできないか。という話。これは後で同型からこっち側へ入る。こういうふうな話をします。あるいは、これからこっちの話をします。それで、今同型。同型やったね。で、あの足を変えてください。これできた場合、後ろからこっち側の形やな。これの場合でも同じようにこうなります。でか、こっちへ行く場合は右足が前ならば左へ行く。これで来たら、同じことに。ね、相手の構え方は変わろうと同じこと。だから、はい、この勢いよく、これやな。これで同じことになる。わかった？だから、同型であろうと、違う、異形であろうと、あのやり方は同じ。相手が右足で蹴ってくる、左足が蹴ってくるになるけれども、同じ。分かるよ。これでこうして、こう。同じこと。で、手もこれやったら、はい、こちらから来るかも。だからこれ、こう。こう。ごめん、また目や。危なかった。入ってへんな。入ってへん。はい。こう。こう。こうなる。
危ないから顔つかんと胸つきます。でこれ手の方で気合入れたら、はい手の方、ふっふっふっ、あとバーンって、はい、ふっふっ、こうなってね、はい手の方気合入れて、ふっふっ、顔は危ない、はい、もう一回、ふっふっ、こういうふうにすればいい。で、これも相手の線を取るようなつもりでな、やらんと棒になったり下がるんでも出てくる、ふっふっ、うん、ついてくる、ふっふっふっ、こういうふうに、そういうふうに、だからこっち側やったら、いわゆるこっち側に見えるんだよな。まあ、僕はこっち側中心で稽古してます。これ中心でね。これでこうして、これでこう全然動くんだけど。それからもう一つは、これで、次は今、右足が前の場合、右へだけ行ったな。右が左へ。本年目は前へ、この時ここから見といてください。この線がはまってこうです、右へ、これから右へ、これから右へ、これから右へ、前へ、これから右横へな、これから右後ろへ、同じなんですけど、はい、例えばこれで蹴ってくると、今はここで受けたつもりなんだけど、前を、この目はここで、はい、こう構えてきて、こう、うん、ここら辺を別に持っていきたいな、ここら辺からここら辺に、ね、これは実はくるっと回る、まあ、前のやつもくるっと回るんだけど、くるっと回る、それはそうだ、くるっと回る、回したり力入れんと、ここで受けたら痛い、ここで受けたら痛い、必ずここかここを使う、はい、ほう、ふう、これで裏剣を使う、いいか、もう一回やるよ、1、2、これここまでやったらあんまり崩れない、あっちまでやったら崩れる、大きくやったら崩れる、崩すか崩さないかは自由だけど、まあちょっと崩した方がいいと思うな、崩すか崩さないかは自由だけれど崩した方がいいと思う、崩そう思ったらちょっと大きめにいく、はい、うんうん、とすぐこれで落ち、相手の第二撃よりも早く、相手の第二撃はあれで出にくい、横向いちゃったから、はい、もう第二撃来る、うんうん、こうなるな、さあほんなら次は次はそうは言えば次が来るかもから、それで来るよ、こうしてこう、でこう、ここら受けたとこから、こっからそっと突きに回る、こう受けたとこからこう回る、こう受けたとこからこういく、これバラ手、こう裏剣、こう受けたとこからこういく、それで、はい、手が来ても
血が来ても入る。ふうふうふう。でか。彼の足は痛いから。穴しまんようにせんでか。はい。ふうふう。こうになる。はい、行くよ。うっ。うわぁ。こっちへ行くならこうだ。な。だけど、こっちへ行くならこうだ。ということになる。足から先に来るか、手から先に来るか、知らんけれども、両方カバーして、足が反対の場合。その場合でも同じで、はい。これで、あんまり足で、この目は黒足が違ってくる。それをこうしとってる。同じ部分。これでは崩れやすい。ね。これ、ちょっと今言ったように、大きめにいったら、相手が崩れる。ふるっふるっふるっこういうふうになる。それに対して、突きが来たら、突きが来たら、ほら、これからじゃん。これが来る。はい、じゃあ起きてみ、ね、うぅ、これ、これからなんだ。こういうふうに、左右に右足が前の場合、左へも行けるし、右へも行けると。それで、普段、基本練習として、1、これが前のやつ、1、2、2とする。ただし今は上半身だけであるから、実際問題は今言ったように1としたやつを1、1としたやつを上だけやから、下加えたら1、2は、もう一つのやつは、これで1となる。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 こういうふうになる。そういうふうに練習した。わかった。ちょっと難しいこと言うと。それで、はい。今日また、今回は初心者講座ではない、石野陽道の初心者講座ではなく、石野陽道の維新陽気武道第何回やったか忘れたけど、なんでちょっとレベルアップはしている。今回は初心者には非常に理解しがたい難しい内容になっているけれど、武道の長年武道をやっている人は今回のやつは参考になると思う。要するに蹴りでくるか突きでくるかわからんという場合に前へ行くということである。そして今回の蹴りは正面蹴りを前提としている。正面蹴り、腹、溝落ち、まあ中段という蹴り、筋敵を攻撃された場合はどないするんやと。正面蹴りは特に低い中段あたりの正面蹴りはすぐ筋的蹴りに変化する。筋的蹴りをありと考える場合はまただいぶ変わってくる。
これは金的下痢に対する、まあ、金的下痢をどうするかいう問題と、金的下痢をどう受けるか対応するかいうことについてはまた次回のことにしたいと思います。要するに、まあ正面下痢で腹蹴っても腹鍛えとったらあんまり答えない。腹蹴られてもよほどタイミング悪く、いやタイミングよく腹を蹴ったら相手うーんと言うかもわからんけれども、うーんと言わんことが多い。したがって正面蹴りは、稽古のためには正面蹴り、実際のためには金的蹴りを中心に教えたいと思う。まあ次回はそういうことで、金的蹴りおよびそれに対する受けあるいは反撃をやりたいと思う。ということで今日は終わります。終わり。